はい、住宅街の中でございますね。干潟丸山古墳。入れんのかな。はい、行ってみましょう。よう入れますか、これ。これ。草ぼうぼうでございます。あら、綺麗に残っとるけどね。ダメか、入れないか。入りませんか。入りませんでございましたか。干潟古墳。高さが 4.5 メーター、直径40、35メーター ?35 メーター。周囲にはね、壕が設けられたらしいんやけど、こんな高台にね。そうですか。5世紀前半、こっちが南やから、あの辺が石室あったんかね。こうどうなんだろう、わからんか。こんな住宅街の真ん中にね、すごいね。しかしまあ問題点は入れないんですね、全くね。問題は問題でもない、入れないからね。草ぼうぼうでございます。もちろんこれは鍵かかってんの、鍵かかってんのかね。鍵はかかってないんか。かかってるか、鍵。鍵かかってますね。残念ですね。これ昔からね、ここにあるの分かってたけどね、こんなまじまじ見た初めてですわ。古墳があるということは分かったけどね。35メーターの英墳でございます。反対側回れるのかな。反対側からちょっとすると入れるかもしれんな。どうなんだろう、入れるか入れないか。反対側触れないか、登れないね。いやー、登れないか。ここ二条さんが見えてるのかね。ちょっと片手が変だけどね。間道ないかな、ないかね。ということで周りは全部これ住宅で囲まれてるのかね。あの北側だけ開いただけかな。ここ見えんだけどね。道ないか。ないな。もうこっち側もね。これやな。全く住宅地でございますからね。全く見えませんね。ここや。ここ見えるけどね。ここどうかね。ここは坑道やけどね。丸山古墳。北側だけは泣いてんの。あ、ここちょっと見えるね。残念でございましたね。見えません。お、猫、にゃんこ。にゃんこさん。
逃げるよ、簡単逃げんでもね、逃げんだけど逃げてる、逃げてありますわ。腹が済んで荒いのかよ、もうこんななんねんな、人が住まないとね。ほら、大きな家で一軒二軒、後ろの家は違うか、二階建てのね、大きな家やけど誰も住んでないみたいよね。はい、ここでございます。干潟丸山公開口、見えるのはこっちだけでございます。あとは全部住宅街で見えないですわ、残念でございます。あんな円墳やかな、完全な円墳です。はい、ありがとうございました。干潟丸山古墳でございました。